に思いますそれではあの、残された時間につきまして、この前のですね、大臣所信の,の積み残しの問題について、若干ご質問をさせていただきたいと思います。それはオスプレイの問題でございます。このオスプレイの配備問題につきましては、民主党政権当時ですね、配備直前にフロリダ・モロッコの事故がございました。にもかかわらず、当時の政権はもがきながらも、このオスプレイの配備を前に進めたわけでございます。 その理由はあのー、この日本 周辺の安全保障関係が大変厳しさが増す中で、まあ、オスプレイの配備による在日海兵隊の機動性速応性迅速性の向上は在日米軍の持つ抑止力をより一層高めアジア太平洋地域の平和と安全に寄与するうというふうなためにも必要だというふうに考えたわけでありますまた本土での訓練実施につきましてもまあ沖縄に過度に依存した基地負担を少しでも軽減するため日本全体で負担をお分かち合っていくまあそういう意味で も重要だというふうに認識をしているところでございますただ残念ながら配備後は本土での初の低空飛行訓練における日米の情報共有の欠如が露呈 さらには日米行為が守られていないといわれても仕方のない、まあ、オスプレイの夜間飛行訓練問題などが発生をいたしております、まあ、こういった中で日本維新の会の橋本徹代表がです、ね、オスプレイの訓練の一部を大阪府の八尾空港で受け入れるとう表明をいたしました、えーまあ、今回のです、ねまあ、一連の経緯や言動を見ていると本気で,です、ね、実現するつもりがあるのか というふうにいいな観点に立ちますと、はなはだ疑問であります。まあ単なる打ち上げ花火選挙目当てのパフォーマンスじゃないのか。 こういった動きに便乗してあのお付き合いをしている安倍総理や官邸の感覚もおかしいしずれていると、まあ、言わざるを得ません、えー、こういった案件はこれまでのです、ね、同様な事案を見るまでもなく提案するにしても公にするにしても事前に慎重な検討と水面下での協議が必要なのではないでしょうか、まあ、今回のようなやり方で八尾空港の話が出てきたことに、まあ、小野寺大臣は率直にどう思うのかお伺いしたいと思います 俺ら防衛大臣。あの、まあえー、これは、広田委員も、えー、大変この問題については、あの当時、えー、防衛省の政務官のときにあのご尽力をしていただきました。えー、このオスプレイについて、えー、日米関係、そしてまた安全保障環境の中で、えー、その重要性というのは共通の認識を持っていると思います。えー、その中で、沖縄の負担軽減をどうするか、あるいは、あのその中での、えー、本土の、えー 訓練移転をどう受け入れるかということは、私ども幅広く検討していきたい、そのように思っております大臣、まああの、問題意識は共有しているというところでございますが、私がお聞きをしたかったのが。 まあ、こういったです、ね、あの重要な問題がです、ね、打ち上げ花火みたいにあの公にされること、まあ、それ自体がです、ねえー、この問題というものをおかしくしてしまっているんじゃないか、小野寺大臣でしたら、私はこの点についてです、ねえー、問題意識をまさしく共有できるというふうふに思っております、えー、今回、特にです、ね、こういった問題につきましては官邸側においては慎重な対応が求められるわけでございますけれども、にもかかわらずです、ねまあ、安倍総理が、 あの橋本代表なんかであったりして、この問題について、えー、協議をする、こういうやり方はです、ね、私はあのよろしくないというふうに思うところでございますけれども、まあ、防衛省、小野寺大臣としてはどういうふうに感じられているんでしょうか小野寺防衛大臣あの、えー、私どもとしては、えーまあ、今回の、えー、矢を含めたこと、 ということよりは、むしろ、えー、本土全体で、本州全体で、えー、どのように沖縄の負担軽減を、まあえー、分かち合うかということの、えー、検討、努力というのは、防衛省としてもあのするべきだとは思っております。広田はじめ君、ちょっと、まあ、質問にちょっと正面から答えてあのいただいてないんですけれども、今回あの、大臣も大臣会見のところで,です、ね、突然の話だったというふうにおっしゃっております。というい ということはですね、この問題、当初出たとき、防衛省は全く感知していなかったということなんでしょうか。小野寺防衛大臣、えー、私はあ,のあくまでも報道で知ったということであります。平田はじめ君、まあ。そういうふうなやり方をされてですね、やはり防衛省を代表する大臣としてですね、私はあの率直に、えー 官邸にです、ね、また総理に苦言を呈するべきだというふうに思います、こういった重要なことを防衛省がです、ね、事前にかかわらずです、ね、物事を進められているということについてです、ね、私は抗議すべきだという,ふうに思いますけれどもあの、いかがでしょうか小野寺防衛大臣、あの今回、えー、官邸の方に、えー、橋本代表、 松井知事が来られて、官房長官にお会いをされ、そしてあのこの八尾のお話をお伝えされしたということなんだと思います、その後官房長官が官房長官会見の中で、まあ、事,務事務方に、まあ、検討させるというような会見をされたということですので、まあ、それを受けて、私どもあの事務方で情報提供をさせていただいているということだと思っております平田一君。 まあ、そういうふうなあのう対応を取られたことについてです、ね、私はやっぱりこう防衛省の皆さん、またあの、矢尾の皆さんのことを考えたときにです、ね、これはもう手順順序が全く違うんじゃないかなというふうに言わざるを得ません、だからですので、こういった問題についてはです、ね、小野田大臣としてあの官邸に対して言うべきことは言っていかないとですね。このような ことががままた政治的なパフォーマンスで繰りり返される懸念があります同様なことがです、ね、今後とも起きるかもしれませんので、こういったことについてはです、ね、しっかりと申し上げるのが私は大臣の責任ではないかなというふうに思うところでございます。それで,です、ねあの、そうしますと、今回の提案があった以前にです、ね、これオスプレイの国内の訓練場として、八尾空港を検討してきた経緯というものがそもそもあったんでしょうか。 大特定の地域を想定をして検討というよりも、本州の中でオスプレイの訓練移転がどのような形で行えるかということ、米側にさまざま、えー、あの協議の申し入れはさせていただいているということであります田はじめ君、まあ、米側に協議の申し入れをしているということはです、ねあの、米軍に夜遅く訓練をするというニーズがあるという確認を取っているはずでございますけれども、この点についてはどうでしょうか。 小防衛大臣まだあの具体的に米側と特定の場所を想定したような議論までには至っていないというふうに思っております広田一君。そうすると、あのニーズがあるかどうかの確認も一切していないという理解でよろしいでしょうか。小防衛大臣 あのいずれにしても、えー、このオスプレイの訓練移転というのは、えー、米側が、えー、あの運用上の訓練ということで、えー、主体的に行う話で、私どもとして、えー、本,本土の訓練移転、あるいは飛行訓練について、えー、その協議を行うということに尽きるんだと思います平田はじめ君。 はい、もう時間も来たところでございます。まあ、この問題につきましては、これからもやっていきたいというふうに思いますが、あのまあ、オスプレイの今回の一連の問題について、ですね、もうぜひ大臣にはあの、まあ、防衛省を代表して、ですね、まあ、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っているところでございます。えーまああの 今です、ね、オスプレイについても、まあ、日米で合同で訓練をしております、まあ、現場の隊員はです、ね、本当にあの任務に精霊しているわけでございますので、そういったあの皆さんの頑張りに報いるためにもです、ね、こういった問題で政治がま足を引っ張らないように冷や水を浴びせないように、このことを強くま申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。はい